前回どうでした？イメチェン計画やっていきます。3、2、1、はい、どうぞ。おー、すげえ。すごっ。いや、毎日が楽しい。毎日が楽しい。素晴らしいね。あとすごい他の人からもすごい、はい、好評で、めっちゃいいねっていう感じで。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、まあ、前回カラーの特性上結構抜けるのが早いんで1ヶ月後が今日でちょっと染め直しましょうというところで、最初も言ったんだけどちょっと抜けるのが少し早いので1ヶ月後カラーして、ご希望あります？色とか。いや、よしきさんのお任せでお願いします。考えてきたんですよ。はい、おしゃれなミルクティー色。おー、いいなと思って、はい、前回はちょっとブロンドっぽい抜きっぱなし系のやつだったんですけど、うん、今日ちょっと色入れて、はい、カット調整だけ、はい、微調整だけします、はい、あんまりでも変えるところないんでさらにかっこよくなるんで、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね。何か質問あります？カラーで。カラーでですか、はい、やっぱ抜けやすい色とかそういうのはある感じですか？なんか抜けやすい色はブリーチしてると結構何でも抜けやすいです。ああ、そうなんですね、はい、カラーって全部やっぱシャンプーするごとに毎回抜けてるんですけど、はい、ブリーチしてると抜けてる幅が見えやすいというか。ああ、なるほど、はい、どんなカラーでも全部抜けてるんで。あ、でもその中でも維持が難しい色とか、ちょっとピンク系とか青系とかはありますね。ピンク青は早いです、はい、今住んでるところは？今はに住んでます。あれ、その話しましたっけ？しまし、わかんないです。服キピキピ。嘘。めっちゃ近い。お風呂屋さん分かります？分かんないです。めちゃくちゃいいですよ。若い人も多いし、サウナも充実してるし、めっちゃいいですね、はい、行きます。うん、すごい、結構色入ってきて。すごい。パッと見ると結構暗いんですけど、うん、全然そんなことないんで、めっちゃ綺麗な色になると思う。めっちゃ楽しみです。うん、眉毛ってセルフ、はい、あんまりやったことなくて。やってないっすね。ちょっとね、眉サロン行った方がいいかな。今度了解です。はい、多分それ最後のラストワンピースかもしれない。ああ、なるほど。眉毛、僕がいつも行ってると教えましょうか？あ、お願いします、はい、ここの近くですごい優しい人なので、はい、僕もそこに月1で行ってて、眉毛ってやっぱ髪型の次ぐらいに印象が変わるんで、髪より全然分量少ないのに、なんかね、目の近くにあるからめちゃくちゃ変わるんですよ。なるほど。あ、すごいすごい。わ、めっちゃいいです。今しゃべります。ついに俺もシャイテルの息まで。シェアハウス。
もうちょっとだったらいいよ。白カットします。お願いします。今鏡の見えないんで映像で見返してほしいんですけど、乾かすときにできるだけこう上からドライヤーの風を当ててください。こうするとブリッジモードのツヤが出るので。あ、なるほど、はい、限界。ちょっと待ってくださいね。第2弾できました。わカウントダウンでいきます。はい、かっこいいっす。すごい。グレーベージュ。グレーベージュ。ちょっとグレーみの、うん、ベージュ系です。すごい。ベージュ系のグレー。ベージュ。どっちが先でもいい。すごいっす。かっこいい感じ。おしゃれしました。この白い感じがちょうどめっちゃかっこいいっす。めっちゃかっこいいよね。やばいっすか。なんか大人になったよ。かっこいい。あ。ありがとうございます。おお、あーすごい。シックな。あーいいっす。おお、おお、すごい。今回、はい、1K 目は一緒なんですけど、伸びたんで、はい、ちょっと色気が出た。ちょいからしまえがないしまえ。さらに。これどうやって作っセットしたんですか。これはちょっと動画で寝てた。でも寝てたけど見れないから。本当。前髪と後ろだけふんわりさせて、どうですか第2弾やってみて。最高ですね。やばいっすこれ。かっこよすぎでしょ。しかもなんか派手すぎないし、でも普通とは全然違う。でこれは維持させたい場合は、はい、紫シャンプー、さっきベージュのブラウン系のシャンプーいいので、はい、やってみてください。デザインカラー、おー、今まで一色一色ってきた、次はちょっとデザインを入れた、ちょっと違う色を差し込んでみた、やってみようかなと。1ヶ月半後くらい、はい、目安でやりましょう。今日もありがとうございました。ありがとうございました。